さて、本日は toeic 受ける意味あんのっていうお話をしたいと思います。あります。<laughs> あの toeic。トイック皆さん受けられたことはありますでしょうか？私はあの1年に1回ずつえっと受けるようにしているんですけれども。 トイックまだ受けたことない方がもしいらっしゃったらですねぜひぜひ受けてみてくださいねこのコロナ禍が終わったらというお話をしてみたいなと思ってましてというのもトイック受ける意味があるなぜかというとですね現場で聞く英語に一番問題が近いんですよトイックはとにかく問題のクオリティがすごくよくてえっと セクションパートいくつパートいくつって言って、まあ、リスニングだったりとかリーディングだったりとか今トイックあのスピーキングとライティングっていうテストもあったりするんですけども特に、まあ、いわゆるトイックって呼ばれるリスニングとリーディングのセクションに出てくる問題が全部現場で使える表現っていうのがですねトイックの問題のものすごくこう プラスなところっていうんですかねだからもちろんお仕事で TOEIC の点数受けなく取らなくちゃとか英検の資格取らなくちゃとかっていう方もいらっしゃるのでその、ね、資格取得のためにって言って受けてらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけどそんなん関係なしでね英語やってみたいなって思われる方はとりあえず TOEIC 受けてみるっていうのはね結構,と結構どころかものすごくおすすめですという話をしたいと思います。でただ 英語力っていうか、えー、とトイックを受けるってなった時にですね、えっと、落とし穴が1個ありましてあの点数を取るだけのノウハウっていうのを身につけたところでスピーキングにはつながらないっていうのがですねトイック受ける時の落とし穴かなというふうに思ってましてえっとさっき言ってたみたいに 実際にやっぱり係数を取らなくちゃいけないってなった時には点の取り方っていうのもいっぱいあるんですよね。これをこういうふうに処理するもう事務処理の作業を進めるっていうような感覚でその何て言うんですかね処理の効率を上げるみたいなテクニックっていうのはいっぱいあるん ですよ私はあんまりそういうことには詳しくないですけれども。でそういうふうにして点数を上げることを目標にするっていうことももちろん一つの方法としてありだと思うんですけどスピーキングの能力を上げるってなった時にはですね勉強しないで2回とりあえず受けてみていただくっていうのが一番のおすすめです。でトイックとあのね 私は個人的には AK よりもトイックの方がスピーキング力実際に普通に使う英語力を上げるっていう意味では断然おすすめです。AK の問題ってとってもアカデミックで単語とかもすごく難しいので目標として設定するのであればいいとは思うんですけどただ見たこともない現場で全く使ったことがないような、えー、と書き英語の、えー、と単語とかをたくさん覚えないとあれは取れないので。 私は英検級はだかから勉強しなないと取れなかったんですよただトイックは別に勉強しなくても取れます。取れますというか、勉強しないで受けた方が、えっと、健康診断とか、えっと、体重計乗るみたいな感じだと思うんですけど、今どれぐらい自分がどこの立ち位置にいるかなっていうですね、ご自身の英語の勉強するときの 居場所今ここにいますっていうのを特定するっていうツールとして使うのが一番おすすめだと思うんですよ。なのでもしもまだ TOEIC 受けたことないよとか何か目標が欲しいんだよねっておっしゃる方はですねとりあえず2回何も言わずにですね無勉強で丸腰で受けてみていただくっていうのが一番良いのではないかと思います。で その受ける時に、えっとね、もちろん今コロナ禍なので、えっと、だし、えっと、受験が近いのであんまりあの受験生の方とか本当に資格試験として必要だっていう方が殺到する今の時期に受けるのは粋ではないので。 あのコロナが終わったらっていうことなのでもしもなんかトイック受けようとかって言って今こうやってお話ししててねあの思い立った方はですねコロナが終わって、えっと、受験とかが関係ない時にですねひょろっと受けるっていう感じでちょっとずつ今からだからちょっと参考書見てみようかしらとか過去問を見てみようかしらとかっていうのでもいいのかもしれないんですけど一番のおすすめは何も勉強せずに受けるっていうことです。で何しろ問題がいいのであの 例えば、ね、私、えっと、レッスンの時にトイックの問題を使ったり,はす,る使ったりするんですスピーキング力を上げるためにトイックの問題を使うっていう方法があってでそんな風にして、えっと、実際にだから、ね音,読んとね、音読の練習をするのであればちょっと固有名詞のセンスがないので、えっと、あんまり音読,音読ちょっと。 会社の名前とかをこう有名なやつに差し替えてとか言いながら音読の練習をしたりとかっていうのはあるんですけれどもただ、えっと、実際に今ご自身がどれぐらいの感じなのかなっていうデータを取るっていうのは迷子にならずに英語の練習英語の勉強を続けていくっていうことに対してとっても効果があると思うので。 えっと、実際に試験を受けなくてもいいと思うんですけど例えば過去問題とかって言ってあの模試みたいなやつで多分あの本屋さんに売ってたりとか公式の過去問とかあると思うんですけどあんなんで一回ざっと受けてみてオフィシャルの,その成績表とかがいらないのであればあこんなもんなのねって言ってやってみていただくっていうのは。 結構面白いんじゃないかなと思うんです。で、実際受けてみると、え、こんな問題多いのとか、こんな速さで解かなきゃいけないのとかって言って、結構あの面白パニックというかですね、結構ワチャ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 しながら解いていくんですよ。で、そのワチャワチャ解いていくっていうスタイルも実際に目の前に人がいて、はい、今喋んなきゃいけません。はい、このトピックでいきましょうっていうですね、あの臨場感というか緊張感に似た経験ができるので、 ちょっっととやててみていただくとですねご自身でちょっとお時間とってみていただいて一回もし一人でこうなんかストップウォッチでも携帯のアラームでも何でもいいですけどやってみていただくっていうのってとっても楽しいです。で、えっとなんかね、トイックの問題って言ってもそのス,ピーキング力スピーキング力をご自身で何にもなんていうのそのトレーナーとかにつかずにやるっていうんだったら何も言わずに丸腰で2回受けてみるっていうのが、まあ、だから半年。 開けてぐらいの感じですかねやってみるっていうのが一番のおすすめなんですけど、えっと、もしえっとねうんあのトレーナーの人とかね例えば誰かと一緒にあのやってみてなんかあまりにも点数が低かったからへこんじゃうとかいう人は専門の先生と一緒に受けてみるとかえっと例えばなんか。 レッスンでやったりするのはもし受けてみてこの問題別に解けなくてもいいっすよ別にこんなただの,あの文法の問題だけなのでこれができるできないからって言って、えー、と必要ないですとかって言って結構捨て問題とかって言ってザクザク私は選んでいって何ていうのこうレッスンに使ったりとかするので、うん、と受け方にもよるしえっ、ー、と どんなううに扱うかっていうのその問題をどんなふうに扱うかっていうのもう本当にその人次第だとは思うんですけれどもよかったらですねあのせっかく、まあ、あのそんなに。 外に出られるようにはなってきましたけれども、ちょっとなんか英語、もうちょっと頑張ってみたいなって思ったときにはですね、何も考えずに、何も準備せずにトイック2回受けてみるっていうのがおすすめかなと思います。で、そんなことを言っている、お前の成績はどうなんだっていうとですね、この間受けたやつとしてはですね、えー、っと、これなんか個人情報とかがあるのでですね、見づらいですけど、例えばこんな感じ、私、スピーキング、ライティング、違う、これ何だっけ、これ、えー、っと、リーディング、ライティングだと970、これがね、えー、っと、 2019年の11月24日に受けたやつ、これ、去年のやつですかね、でこっちが私、スピーキングとライティングっていうのも受けたんですけど、これは、えっと、こんな感じ、190点、190点って言って、これがいいんだか悪いんだかよく分かんないですけれども、こんな感じになっております。で、一応、英検も受けては見たんです、やっぱりあの特定の年齢層の方は。 やっぱり英検1級持ってますって言うとおおっていう風に思われるそうでこれはもう仕事のためにただ受けたっていう感じですねなので何の資格受けようかなとか英語の試験を何か受けてみよう目標にしてみようと言ったときにはですね断然トイックがいいんじゃないかなと。で、イとか、えっと、イギリス英語 えっとね、トイックかトフルかって言ったらトイックの方が断然おすすめです。トイックはあ違うトフルは、えっと、学校のレクチャーを受けたりするための英語の単語とかっていうのがあの学校に入る入学のためのっていうものの要素が多いので。 アイエル IELTS とかは、えっと、例えばイギリス系のだからイギリスとかニュージーランドとか、えっと、オーストラリアとかっていうとこの学校イギリス系の学校入ったりとかするときに必要なあの英語の試験ですよねあれもちょっと面白そうだと思うのでちょっと今度調べてみようかなと思うんですけれどもこんな感じでよかったらですねお家であのもしでも受けてみるのはいかがでしょうというおすすめでございます。 ございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。